僕最後の試合はケンシロウ君だったじゃないですか。で引退して1年後に一緒に飲む機会があったんですよ。言うたら僕を引退に追い込んだ選手と仲良くなるなんて思ってなかったんですけど、仲良くなって、でこの自分の T シャツなんですけど、サインも書いてくれて、これちょっと飾ってるんですけど、でカルコはミットを持つ機会があって、そしたらケンシロウ君がいやめちゃめちゃうまいですね、こんだけミットうまかったら繁盛しますねって言ってくれませんでした。全然当たり、もっとこうやってくれなかった。年齢はまあ僕がこう34時ですね、はい、34歳で、まあ、彼の年齢はちょっとわからないですけど、はい、まあ、でも20代後半ですよね、はい、まあ、本当に30超えてからもうずっと上がっていってたんで、うん、まあ、年齢がどうっていうのはあんまり意識はなかったですし、あの30超えたら体力落ちるだろうみたいなことも言われたんですけど、20代の時よりも練習できてましたし、スタミナ落ちるっていう感覚もなかったんで、まあ言う人はそう、ただ30だから体力落ちるってこう決めつけて練習してないだけでしょ、うん、はい、だからあんまり、うん、関係なかったですね、うん、まあいい練習できましたし、うん、海外でのそのフィリピン合宿も、海外でのそのスパーリングっていうのも初めて合宿できましたし、いろんな選手もね、スパーリング来てもらったりとか、ジムに出稽古も行って、いい状態でできました、できたんで、本当にベストに近いような形ではできましたね。まあ、ちょっと減量空はあったんですけど、まあ、自分でやってきたものはしっかりと出せましたしね。まあ、12ラウンドはすごい激闘になりましたけど、まあベストバウトっていう方もね、言ってくれる方もいらっしゃいますし、そうですね、まあ思い出深いというか、あの僕のボクシング47戦の中でしたらすごい大事な一戦、まあ、ケンシロウ選手との試合もそうですけど、大事な一戦にはなります。その試合中ってどんなことを考えたりイメージしてたりしたんですか？練習の時はやっぱりしっかりこう考えるんですよ。こういう状況だったらこうするとか、いろんなこうパターンとか試合の流れで相手がこう出てきたらじゃあこうやろうとか、いろいろこう考えるんですけど、もう試合の時はもうあんまり考えないようにしてるんで、思考するだけの糖分、もう脳に糖を持っていかれるじゃないですか、はい、であんまり考えない方は僕はあのスタミナ持つと思ってるんで、はい、やっぱ全身の糖ってこう限られてるんですか、はい、かそっちに持っていかれるんじゃなくて、もう体がこう勝手に動いてやってる方が、まあ、どのぐらいの差か分かんないですけど、その方がスタミナ持つと思ってますし、実際体がこう勝手に反応するぐらいの練習はやっぱできたんで、まあ、30歳超えてからはしっかり相手の動きを見て、で相手の動きのパターンに合わせてそのカウンターを打つっていう練習もしてきてたんで、で競技戦の時はそこからこうさらにプラス、まあ、下駄の宮崎さんのアドバイスで大きいモニターを買って、で京内君の試合を流す、で相手のリズムを読んで、あこのリズムの時はこうしてくるなとか、でそれを見ながら、まあ、攻撃パターンもそうですけど、でそれを見ながら実際その戦ってるイメージして映像を見て、相手がそうできたらこうやって動いて、この状況になったらこう動いてっていう練習はもう徹底的にやってたんで、スタートした時はあイメージ通りだな、だから2ラウンド目にいいパンチ入ったと思うんですよ、はい、でそれやっぱり実戦をイメージした動きを何回も何回も相手のリズムを徹底的に読んでいったんで、なせたことかなと思います、
そのまあインターバルの時に次のラウンドはこういう風にしようとかは、まあ、そういうのは考えたりしますけど、やってる土地はもう、うん、もう考えるな感じのパクっちゃいましたけど、ブルースリーいやほんまにそうなんですよ。考えてたらワンテンポが遅れるんで、うん、あ来たよしこれ返そうって考える余裕なんかないじゃないですか。あんなこんなこういうパー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 って返る中で、ね、もう体が勝手に動かないと本当にもう感じろっていうこと、ほんまにその通りです。勝手に動かないと。世界戦のキャリアっていうのはちょっとこう感じましたね。あの途中で拳痛めてしまったりとか、なんかそのやっぱその拳痛めて思いっきり打てない、打つんですけど痛みでこうちょっとうってなっちゃうっていうのもやっぱのその12ラウンド長いんで、どっかに出てきたりするしたんじゃないかなとかね、あんまり言い訳みたいなことは言いたくないですけど、そういうのもあるんで、でまあ試合終わった後はその京口くんのトレーナー井上さんが、まあ場所変わるっていうことで、でその時にちょっとお願いして、その次にケンシロウくんとの試合が決まった時はバンテージの試合のバンテージの負け方を教えていただいて、チーム力を上げることができましたけど、初めてのやっぱ世界戦っていう舞台では、まあ今のこう原田ジムの会長の、まあ、原田剛会長以降はなかったので、キャリアが世界戦の舞台が、でも向こうの渡辺ジムっていうのは何度もやってるじゃないですか、その差はちょっと出たかな、トレーナーのレベルとかじゃなくてその世界戦のキャリアの、は感じましたね。やっぱ向こうのアドバイスもこう的確であったりとか、そうですね。なるほど。京口戦が試合したのが10月で、そこから本当翌年の4月にうちの自分の興行の試合があったんで、そこで再起戦としてこうデビュー予定だったんですけど。多分ちょうどその年の3月の後半ぐらいからコロナがこうなっていったんで、もう興行がなくなって、で7月の興行もなくなって、で伸びていって、みたいな感じですね。試合が決まらないっていう不安とか、そういうのは、まあもどかしさとかはありましたけど、自分ができることは別に変わらないんで、そこはあんまり気にしてはなかったですね。本当に自分との戦いになっていくので、今日はこれを練習をこなすって決めたらそれをするだけなんで、別に周りが、ね、コロナやからかって、まあ、多少はいろいろ制限されるものは出てきますけど、でもやることは決まってるんで、まあ、それをやるだけなんで、そんなに影響は、ないですかね、まあ、でもそれでコロナで試合が伸びて伸びてモチベーションを落としてっていう人もやっぱいてるんで、そういうのはやっぱりあります。僕はあまり影響はなかったぐらいだけで、伸びていった分、本当は僕1階級上げて、やっぱ減量結構きつかったんで、フライ級に上げて、で4月フライ級で再起戦みたいな形でこう進んでいく予定だったんですけど、なくなってなくなってとなって、でじゃあ試合どうするってなった時のライトフライ級で僕 WBC で1位で残ってたんで、ケンシロウ君がチャンピオン。で海外の選手も呼ぶの難しいってなった時に僕にこうチャンスが回ってきて、国内でチャンピオン1位で金城選手だったん で実現して世界戦2回連続で舞台に立つことができました、ね、プレッシャーはまあそうですね、タイトルマッチっていうのはやっぱプレッシャー、日本タイトルマッチもそうですけど、プレッシャーはもちろんありますけど、まあ、2度もこう連続でこう世界挑戦できるっていうのはなかなか行ってないと思うんですよ。やっぱりその喜びというか、嬉しさもやっぱありましたよ、やっぱりこのもう一度挑戦できるんだって。でケンシロウ選手とは、彼が日本チャンピオン時代に
僕は試合する予定だったけど、うん、キャンセルになってしまったっていうのもあったので、うん、やりたいっていうのは思いました。まあ、しっかりイメージしてきたんで、も何回も見て、イメージ通りではあるんですけど、もうイメージの段階からやりづらさはもう感じてたんで、もう嫌ですけど、イメージ通りというか。で、まあ、潰す練習も何度もしてきましたし、もらったら、あえて引いて、来たところをカウンターっていうのも想定してましたけど、当たっても浅いんですよね。向こうのバックステップが早いんで、当たった瞬間にこう下がられるんですよ。だからその前に来てくれる選手だったら、そのままカウンターで行ったらガツンって交通事故みたいなダメージあるんですけど、だから僕と京口君だったら、スタイルも距離も近いんで、噛み合って、もうすごい熱い試合があったんですけど、お互いこうダメージがあって。でも、ケンシロウ選手は、本当にパンチがあっても、本当、開くと、そのままいなされてしまう感じがあって、バックステップでこう、パンパンパンって、向こうが入ってきたところに打ってんのに、こう、肩にすっと引かれてしまって、浅い。まあ、だから手応えが、だから、少ないですね。ああ、これが強さかっていうのは、やっぱり感じましたし、トレーナーとね、すごい何度も何度も映像をお互い見直してでやってましたけど、まあ届かなかったですね。倒す、その勝ち切るまではいけなかったですね。また目のね、前半でも目の怪我もあったので、すごいこう距離感もちょっとこう狂ったっていうアクシデントもあって、さらにこうやりづらさが増してしまいましたね。そのアクシデントって世界戦でってなるとやっぱり悔しいですよね。まあ、悔しいのはまあ悔しいですけど、でもまあそれがその時の実力なんで、まあ、出し切った末のあの結果なんで、悔しくないかって言ったら悔しくそれはないですけど、でもそれをなんか引きずるようなことは、まあ、周りはやっぱり言いますけど、そのメディアがなかったらな、もしかしたら変わってたかもしらんなとか、なんかそういうのもね、ゼロじゃないですけど、まあなってしまったことはやっぱり、仕方ないんで、あんまり気にすること、気にはしてないですね。その京口戦の時に、ほんまにもう死ぬかと思ったんで、減量的に、はいはい、日本タイトル取った後ぐらいからこうちょっとずつこう筋力もちょっと上がったんで、はい、その勝ち、自分のこうパワーもこう優位に立っていった反面、こうちょっとこう筋量も上がってて、減量もちょっとこうしんどくなってる部分もあったので、まあ、その競技戦の時に、まあ、減量難しくて、まあ、食事の仕方も、ね、米抜いたりとかして結構しんどかったんですけど、まあ、その競技戦終わって、もう一度こう世界挑戦、ケンシロウ選手とこう戦うって決まった時は、まあ、ああいう失敗はもうしたくないと思ってましたし、で、まあ、栄養さん、聞いていただいて、あちらに行ってます。だから僕はジムの専属栄養士さんとして、やっぱそれでこう順調に体重を落ちましたし、まあ、お米をしっかり食べようという減量方法だったんですね。47戦して、まあ、それ出会うまでは46戦なんですけど、46戦炭水化物を減らしていたわけじゃないですか。でそれをこう、まあ、真逆というか、まあ、おかずは減らしたりするんですけど、食べて大丈夫落ちるのみたいな、いけるんであれですけど、でも順調にね、して、計量の前日には、もうリミットまで行ってたんで、あ、これ良かったんだと、あとこのジムオープンした時は、もう、岡田さんに、計量のことは、なんか見てほしいなと思いましたし、ここはもう、このジムのまあ強みじゃないかなとは思いますね。
まあ、ずっとプロでね世界チャンピオンを目指してやってきて引退して、まあ、後悔ないかって言ったらやっぱりありますけど、世界チャンピオンに、ね、なれなかったっていうのはありますけど、でも僕そんだけ長いキャリアがあって学べたこともいっぱいあるんですよ。こうイメージの世界でこう練習したらいいとか、もっとこんな練習したらこう強くなれるとか、でもそれって今はもう教えてあげたいなって、やっぱこうなんか出てきたんですよ。引退した直後はもうボクシングなんでも関わりたくないと思ったんですよ、ボクシングも。でもやっぱりボクシングずっとやってたのは、最後はやっぱボクシング好きやなと思ってずっと続けてこれたんで、もっといろんな人にボクシングを知ってほしいです。でここのジムはプロ加盟してないので、本当にフィットネスでダイエットでボクシングやってみる、で、まあ、アマチュアの選手とかボクシングじゃないキックとか総合の選手とかでも、まあ、僕ボクシングを教えに行ったりとかもしてたので、引退してから、まあ、そういうコーラでもこう気軽に来れるような、プロ加盟してたら他の選手とかも呼べないですけど、そういう縛りもないんで逆に良かったかなと思いますし、いろんな人に僕が22年間学んで気づいたこと、あともっとこうしたらよかったっていう後悔も、それも全部学びになったと思ってるんで、それをもっと教えてあげたいなって思いますし、そしたらもっと強くなる選手のことが出てきますし、僕も30回る手前はもう無理だ、これ以上強くなれないって思ってたのに、いろんなトレーナーさんと出会うことで、伸びしろですね、伸びしろですねって皆さんに何か言ってもらって、うわ俺こんなまだ伸びしろあったんだって思ったんですよ。もう自分の中でもうこんだけしかないだろうなと思ったのまだまだあって、もうインターマギアの選手が世界一位で行ったっていうのは、僕はそれをそうこういうことやったらできるよってこう実証できたと思って、それをどんどん広めていきたい、 できないと思ったことを本当にできるようにしていきたい、それをもっとボクシングを通していろんな人に楽しんでほしいし、自分の可能性を広げてほしいなっていうのがこの今のやりたいことですかね。